はい、皆さん、こんにちは。銀の声会の戸張公恵と申します。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。はい、実はですね、昨日、県と、全国歌謡吟詠コンクールというのが開催されました。結構ね、知らない方多いんじゃないかと思って、今日は、じゃん。こんなのが開催されました。これね、何かっていうと、詩吟と歌謡曲が一緒になったものをご披露するコンクール。そして優勝者のたちの方たちのね、吟詠賞っていうのがあるんですね。で、これはね、いつもね、大体野方区民ホール、中野区のね、開催されます。すごく面白いもので、これすごいんですよ。海老沢先生と岡村先生、それとですね、波口先生、知ってらっしゃいますよね、皆さんね。こう有名な方たちが、作ったものです。でね、もうどんどん広めたいんですよ。素晴らしいなーって昨日もね、思ったので、私もね、これね、第2回目の時に優勝してます。で、悲しい酒をね、歌ったんですけれども、もう何でもいいのよ。自分で踊ってもいいし、歌ってもいいし、なんかね、そんなの、ちょっとね、詩吟で遊んでもらいたいなーって、また違ったね、楽しさがあるんじゃないかなって思います。昨日はね、岩手の方からね、見に来てくれた人がいましたよ、YouTube 見てますって言ってね。はい、昨日はね、私、ジャズ、和歌とジャズが合わさったやつをね、やったんですけど、すごい感動していただきました。もう先生たちもね、面白いなって言ってくれました。ぜひね、これね、また、いつも年に2回、歌謡ショーと、それとコンクールがあるんですね。で、コンクールはね、終わっちゃいましたけれども、歌謡ショー、またこの後、あるかと思います。また連絡していきますのでね、ぜひね、遊びに来てください。どんなのかね、見ていただきたいなと思います。で、第1回目はね、竹島さん、渡辺さんは、どこだっけ？福島の方ですよ。全国です。で、優勝してね。で、第2回は私でした。で、そんな感じで、どんどんこう優勝者毎年ね、1人出るわけですよ。5名ぐらいね、10人選ばれて、ね、1位から10位までね、で、1位の人たちがここの優勝者歴代っていう形にね、なっていきます。またね、その後のミントの飲み会がね、やめられないんです。ね、ぜひね、見に来ていただきたいなと思います。ちょっとね、昨日の皆さんにお見せしますね。昨日の、yeah.
こんな和歌アンデリアっていう横文字を使ってるから、ちょっと和歌っぽくないんですけど、白鳥は、あれと一緒です。アンデリアって言ってるだけ。空の青、ね、和歌です。そこにジャズを入れたですね。でね、ちょっとね、懐かしいから、ぜひ見ていただきたいのは、これはね、私、レコードを入れました。津軽海峡冬景色です。
はね、CD、レコード入れましたよ。でね、私がね、これでもね、今、津軽海峡だったでしょ？で、私が入ったのが12回目ってことは、私2回目だから、10年前に悲しい酒で入ってます。ちょっとね、ご覧ください。心の憂さの杯を捨てて涙の一人酒、飲めば飲むほど切なく募る別れの未練の恋の心。Thank you.
はい。これで優勝しました。もうこの時はね、座って詩吟歌うの？とか、踊る？って、詩吟ってね、直立不動で動かない。ね、前をしっかり見て歌う。ここを崩したのがね、これでね、優勝させていただきました。はい。でね、もう一個ね、ちょっとあるんだ。これはね、能楽堂、埼玉の能楽堂で歌わせていただいたものなんですよ。わあ、27年って入ってる。これをやめるためにね、やっぱりね、踊り習ったんですよ。やっぱ踊らないとダメ。習わなきゃダメ。やっぱね、一つ一つの形がね、この踊りの形。シノトさんの、ただ動いてるだけになっちゃうんですよ。だね、いろいろやりました。こう何でもできるの。もうすごく楽しいですよ。ぜひね、ケントレコードで遊びに来ていただきたいと思います。またね、歌謡ショーとか始まったらね、ご案内。いたします。ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。それではね、今日もありがとうございました。